山選手お久しぶりです。お久しぶりです。試合発表されました。今の気持ちはどうですか？本当すごい興奮してるっすね。やっと試合ができるっていうのと、本当に待たせたなっていう思いと、まあ本当ファンにすげえ待たせたなと思うんですけど、待たせた分最高の試合を見せれる自信しかないとかじゃないですね。見せます、必ず。その対戦相手が、はい、まあ、萩原選手ではなくて鈴木千尋選手なんですが、はい、この相手についてどう思いますか？まあ、もう正直本当試合が決まらないことが結構僕の中での割と、本当この去年1年見えない何かとずっと戦ってきてゴールが見えない戦いを自分の中で、でもすごい楽しい戦いだったっていうか、きつくもあり楽しくもありっていう戦いをしてきて、やっとこう目の前に相手ができたっていうので、だからまあ萩原じゃなかったですけど、全然まあ鈴木千尋で面白い試合になるんだろうなっていうふうに思うんで、 MMA 見せます。どんな試合見せたいですか？萩原と一番最初にやったのデビュー戦の時は、僕には打撃しかなくて、で本当打撃しかない、希望がそこにしかなかったんですけど、僕は今投げることもできるし、決めることもできるし、投げさせない、要はその強いディフェンスもあるし、総合格闘技を全体的に見せて、まあ本当 KO でフィニッシュしたいとか1本取りたいとか、そんな風に思わずに、どの展開でも気づいたら倒しちゃったっていう展開に必ずなると思います。今回セコンドにラフスポーツのデュークだったりセルジオが来る可能性ってありますか？まあどうなんですかね。正直格闘技のこと全く関係ないっていうか、本当国としての問題だと思うんで、まあ来てくれたら本当に何よりも心強いですけど、もう本当最悪の事態を備えて帰ってきて、来れなくてもいいようなチーム環境をそこ整えて、今本当その新しいチームでいいトレーニングできてるんで、最悪来れなくてもそこの心配は全然ないですね。本当警部でいいトレーニングをすごい詰めてる自信があるので、自信があるっていうか、実感してるっすね。本当に全然、アメリカで覚えたことを補足で医者だったりするのが日本語で分かりやすく解いてくれる感じもあって、だからなんか今のチームで、どのチームでも自分の強さを見せれると思います。